制作しておりました 49.2 ミリピッチのオールドスタイルのハンバッカーで、ゲーリムウェア仕様の希望ということで作ってみました。ゲーリムウェア熱は特徴は上の方のビッグカップのネジが下に来ていることと、フェーズにしてミックスにした時にフェーズになって、まあ、音が少し詰まり気味なところなんだけれども、まあ、そんなに音が小さくならないというところです。一番まあ特徴がミックスポジションになると思いますので、ミックスポジションで、今回はちょっとエフェクター類を深まして、作って弾いてみます。
というのがエフェクターかけまくりの音だったんですが、今リバーブを切ったらこんな音が、フロントにするとこんな音、なんか低音いける感じで、リアだとか。フロントじゃなくてミックスポジションでゲイリー・ムーアの音が出るような感じで今セッティングしたのでこういう感じになってますが、セッティングを割と普通に戻すと、これでエフェクターを切るとどうなるか。まあ実はエフェクターで持ち上げないとミックスポジションの時には結構フェーズになってて音が小さくなる。ポンプで持ち上げたらこう、でもちょっとミックスポジションの時は少し音が小さくなんですけれども、さらにオーバードライブで持ち上げるとこう、一番クリーンなクリアな音になるんですね。かけまくったゲイリー・ムーアの音を使う時だけっていう感じの作りになってます。